ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ならば今日はある意味でメガロドンよりも恐ろしい深海生物13匹について解説していくか。メガロドンよりも恐ろしい深海生物のトップバッターは、マリアナスネイルフィッシュだぜ。いや、怖いというか可愛いんですけど、まるで深海のウーパールーパーじゃないの？うん、まあ確かに似てるな。だが、これを聞いても同じことが言えるかな？この精神海魚は淡いピンク色をした15から20センチの可愛らしい魚で体は半透明。外から内臓が見える外見をしているんだが、なんとこの深海魚は、水深7966メートルのマリアナ海溝で採取されたんだ。水深7966メートルってめちゃくちゃ、深いわね。ああ、深いぜ。ちなみに水深7966メートルは陸上で造船600頭分に潰されるのとほぼ同じ水圧になんだよ。これはいかにメガロドンといえども、ぺちゃんこになってしまう水圧だ。それを考えたらとてつもなく恐ろしい生き物だと思わないか、この魚？うん。外見は可愛いけど、確かにある意味でメガロドンより恐ろしいね。だろ？では分かってもらったところで、次の紹介に移るか。さて、2番目に紹介する恐ろしい深海生物はピンポンツリースポンジだぜ。ピンポンダッシュ？えへへ。霊夢、ピンポンダッシュは犯罪だぜ。それでアメリカカリフォルニア州のモントレイ湾の深海2600から3000メートルで発見された海面動物。ピンポンツリースポンジだが、体長50センチほどで、海流によって漂ってきたプランクトンや、寄ってきた甲殻類を捕獲し、ピンポン玉の形をしたスポンジ部分で捕食している生物なんだ。つまり肉食生物だな。肉食生物？ああ、そうだぜ。このピンポンツリースポンジは肉食性海綿というものに属しているんだが、触手に捕まった生物は次第に多数の突起に絡め込まれ、大体数時間で絶命するんだ。これは海綿の細胞に埋められることでの窒息するのが原因だろうな。そうなんだ。でも全長50センチくらいの大きさなら危険性はないわね。まあ、現状はな。だが考えてみてくれ。もし、私たちを捕食できるだけの大きさを有したピンポンツリースポンジが存在してたとしたらどうだ？深深海は未だに謎だらけだからな。そういうのが存在していたとしても不思議じゃないんだぜ。深海怖い。深海怖い。さーて3番手の深海生物発表だぜ。お次の恐ろしい深海生物は深海ブラックドラゴンフィッシュだ。ひぃ、エイリアン。ああ、本当にエイリアンに似すぎだよな。ちなみに深海ブラックドラゴンフィッシュは通常、水深1500メートルから2000メートルの位置に生息しているらしいんだ。まあ、画像の通り大きさは約10センチくらいなんだが、アンコウのように発光する顎から伸びたヒゲのような細い器官を持っていてな。近寄ってきた獲物を容赦なく捕食する獰猛な肉食深海生物なんだよ。現状でも顔だけでメガロドンをも超える恐ろしい存在だが、もし数メートルサイズの大きさの深海ブラックドラゴンフィッシュが見つかったら、さらに恐ろしいことになるだろうぜ。逃げちゃダメだ逃げちゃダメだ。って、こんなの見たら逃げずにいられるか？では気を取り直して、4番目に行くか。お次の恐ろしい深海生物は可愛い可愛いラブカちゃんだぜ。全然、可愛くないわー。何をおっしゃいます、霊夢さん。深海ブラックドラゴンフィッシュと比べたらはるかに可愛いと思わないか？いやいや、不気味さではどっちもどっちだって。見た目が不気味すぎてメガロドンが可愛く見えてくるわー。そうなのか？まあいいか。それでラブカなんだが水深1000メートル近くの深海に住むサメの仲間でな。グロテスクでどう猛そうな外見を持っているんだが、映画シンゴジラのゴジラ第一形態のモデルになったと言われているんだぜ。なるほど、あれはこのサメがモデルだったのか。ちなみに生息地は大西洋や太平洋全域に及ぶことが確認されているが、捕獲事例はさほど多くはないんだよ。まあ、詳しい生態については絶対に知っておきたいサメの謎凶暴なサメと珍しいサメ。の解説の方で解説してるからそっちを参照してくれよな。顔が不気味ってこと以外、完全に丸投げしたわね。仕事放棄？ふ、適材適所みたいなものだ。さて、次行こうか。言葉の使い方はともあれ、なんてご都合主義。恐るべし、マリサ。それではオッチ直しの2番目。霊夢さんも喜ぶ、次の深海生物は深海のアイドル、ゾンビワームだぜ。こんなもん見せられて、喜ぶかー？なんなのよ、このキモいのは？このゾンビワームはナメキシコ湾周辺で発見された骨食いハナムシ系の新種の生物みたいなんだ。詳細はまだ不明な点が多いが海底に沈んだ生物の死骸を食料にして生息してたみたいだな。
ちなみにワニの死骸を沈めて行った実験によると、10日から53日後にはゾンビワームに食い尽くされて、もうほとんど骨だけになっていたそうなんだ。話によればこのゾンビワームは骨すらも食い尽くすらしいぜ。なるほど。それがゾンビワームの名前の由来ってわけね。なんて、おぞましい生き物なの。さて、霊夢さんに喜んでもらえたところで次に行くか。いやいや、全然喜んでないから。はい、続いて紹介していく深海生物6番手は胆脚類だぜ。ん？胆脚類って何？エビみたいだけど？当たりだぜ、霊夢。胆脚類は熱帯から極地など世界中に生息する生物なんだ。ちなみに陸上や淡水にも生息しているが、大部分は海だぜ。それで体長は数ミリから数十センチと様々なんだが、横エビなども胆脚類に含まれているんだ。ん？もしかして、美味しすぎて手が止まらなくなるからメガロドンより怖いってこと？確かにそれはある意味、怖いけど。当然、違うぜ。これはあるオーストラリアに住んでいる少年が海へ行った日に体験したことなんだが、海から上がると自身の両足から血を吹き出していたんだ。そして調べた結果、これは肉食系の胆脚類によってもたらされた可能性があることが分かったんだよ。肉食系の胆脚類？ああ、そうだぜ。それで研究者の話によると、少年の足を血まみれにした胆脚類は太ヒゲソコエビ類である可能性が高いんだ。また水深6000メートルから水深1万920メートルで生息する海溝オオソコエビに属する生物でな。この肉食虫は腐肉食性。つまり、腐った肉や死肉を食べる習性があるんだ。確かにヤバいね。このエビ。はい、スプラッターな話はこれくらいにして、次を紹介していくぜ。続く深海生物7番手はデメニギスさんだ。なんなの？この得体の知れないキモい生き物は？この深海魚は太平洋北部の亜寒帯海域水深400から800メートルの範囲に生息域とする。体長15センチほどの生物なんだが、デメニギスの頭部は透明なドーム状の膜で覆われていて、その透明な頭部の中に眼球があるんだぜ。また脳も透けて見えるので、まさにスケルトン仕様な深海魚なんだよ。まあ、クラゲとかを主食にしてるから見た目以外の危険性はないだろうけどな。見た目だけで十分にヤバいよ。夢に出そうだデメニギス。はい、スプラッターな話はこれくらいにして、次を紹介していくぜ。続く深海生物8番手はダンボオクトパスだ。く、なかなかに可愛いじゃないの？そうだな。ダンボオクトパスはインド洋の深さ約7000メートルの海底で発見されたタコなんだ。このタコは十文字ダコ属の新種と見られていてな。体長20センチほどの大きさで耳のようなヒレを動かしふわふわと泳ぐ生物なんだよ。また、その姿がディズニーキャラクターの小僧ダンボを彷彿させることから、ダンボオクトパスと呼ばれるようになったんだぜ。かわいすぎる。でも約7000メートルの海底か。マリアナスネイルフィッシュと同じくらいの水圧の場所に生息しているのね。ああ、そうだな。ちなみにメガロドンより恐ろしい理由はマリアナスネイルフィッシュと同様だぜ。あとかわいすぎて、ある意味でメガロドンより怖いけどな。確かに。かわいいの来たので次はショッキングな9番目の深海生物にするか。それで次に紹介するのはオイトシキイワシだぜ。次はイワシなのね。それでこのオイトシキイワシはブラジル沖海域サンパウロ海大の水深3100メートル付近にて撮影された映像なんだぜ。オイトシキイワシはその3本のヒレを足のように使い餌を待ち伏せしているイワシなんだよ。この魚は水深1000メートル付近でも目撃されているんだが、それはだいたい38センチほどの大きさだったそうだ。それでこの魚もメガロドンより怖い部分って深い水深に生息してるからかな？まあ、それもあるんだが、もう一つはこのフェイスかな？確かに夢に出そうな怖さだわ。ではでは先ほどのでは刺激が足りないだろうから、10番目はファンタジックな深海生物にするぜ。それでは次に紹介する深海生物はクラゲダコだ。スケルトンクプルフ？確かにある意味ではファンタジーなのか？そんな怖いのと一緒にするなよな。このタコは太平洋及びインド洋の水深500から2000メートルの深海中層で浮遊生活をしている。平均全長10センチぐらいの生物なんだ。また透明な寒天質で覆われ全体は釣り鐘のような形状をしていて、8本の腕を持っているんだぜ。確かに見た目はメガロドンより怖いわね。大きかったらトラウマ級だったわ。トラウマにはならなかったか。残念。それではショッキング映像11番目はホラーフェイスのクロソコイワシくんだぜ。あれ？何か獅子変わってる？
もちろん、冗談だ。この魚は北海道沖のオホーツク海、ベーリング海からアメリカのオレゴン州沖など北太平洋の寒帯、亜寒帯などに生息していて、生息水深は800から1200メートルくらいの場所なんだよ。ちなみに特徴だが、体長は20センチほどで体はずんぐりしていて大きな目を持っているんだよな。まあ、どんな感じの目かといえば、こんな感じの目、だぜ。ひぃさあ、間もなくラストスパートだぜ。それでは12番目のメガロドンより怖い深海生物はミツクリザメだ。これも実にトラウマ級ね。どうだ？ホラー映画でも活躍できそうだろ？ミツクリザメは体長約1から3メートルのサメで生息水深約400から1300メートルに生息しているんだ。生息区域は日本の東京湾、駿河湾、相模湾などをはじめ世界各地だぜ。ただ希少種だから簡単には遭遇できないけどな。またその容姿ゆえにゴブリンシャークとか悪魔のサメとも言われているぜ。ゴブリンシャークに悪魔のサメ。まあ、このホラーなサメも絶対に知っておきたいサメの謎、凶暴なサメと珍しいサメの方で解説してるから、詳しくはそっちを参考にしてくれよな。ご都合主義第2弾か。ではでは、ついにラストスパートの13番目のメガロドンより怖い深海生物の紹介いくぜ。そして紹介するのはトガリムネイソだ。液体金属の魚？確かにメタリック感半端ないな。この魚は主に熱帯温帯水域に分布していて、大西洋ではメキシコ湾、カリブ海、中部大西洋に生息しているんだ。生息しているのは水深1000メートル程度で大きさは小指程度。背刀と呼ばれる背びれの前にモヒカンのような膜が大きくせり立っているという特徴を有しているんだよ。でも今までの方が怖かった気がするわね。これを見ても同じことが言えるか？キャーで、出たー。さて、霊夢のトラウマ植え付けに成功したし、今日の紹介はこれにて終了だぜ。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回は未だ解明できない深海の12の謎について解説するぜ。1. キューバの水中都市。最初の謎は、キューバの水中都市だぜ。水中都市ってロマンを感じるよ。2000年に、キューバとカナダの共同探検隊が、キューバ近くの海の約700メートル下にある水中都市を発見したんだ。その海で人類が潜ったことがあるのは120メートルまでだったから、知られてなかったんだぜ。2000年まで知られてなかったとか、海には知られてない謎が多いんだろうね。その水中都市は、地面のプレートの動きによって遥か遠くにある深海に押し込まれた可能性があるそうだぜ。カボ、で、3、アントニオという町の近くで、水中都市と同じ滑らかなブロックや幾何学的な形が発見されているんだ。つまり、地上の都市が海底に移動したのかもしれないと。私たちのいる幻想郷がそうなったら嫌だな。また、キューバの博物館の報告書では、海の下に沈んだ島の伝承が残るマヤ族や、ユーカテコス族の古代の伝統の一部と一致していると指摘しているんだぜ。やっぱり海底に引きずり込まれた、その町に住んでいた人はかわいそう。2. バミューダトライアングル。次はバミューダトライアングルだぜ。あ、それ知ってる、有名だよね。バミューダトライアングルは1918年以降、75もの飛行機と何百もの船が行方不明となり悪魔の三角地帯と呼ばれているんだ。まさか幻想郷と繋がってたりはしないよね。1918年、USS サイクロプスがここで消滅し、約300人の乗組員が消えたんだ。1945年には、5人の海軍爆撃機のコンパスが作動を停止し、飛行機が行方不明になったんだぜ。そして彼らを助けるために送られた救助隊も消えてしまったそうだ。怖いねー、20世紀にそんな恐ろしいことが多発するなんて。クリストファー、コロンブスも、奇妙な光と炎がこの海に衝突したとメモを残していて、毎年、飛行機約4機と約20台のヨットが行方不明となっているんだ。近寄らない方がいいね。これらの現象の仮説として、激しい突風を引き起こす六角形の嵐の雲などがあるけど未だ謎は続いているようだぜ。3. 巨大ウナギの妖精。次は巨大ウナギだぜ。これも怖そう、でもウナ重は大好き。1930年1月31日、デイニアと呼ばれるデンマークの研究船は、南アフリカの海岸から 1.8 メートルを超える長さのウナギの幼生を捕獲したんだ。幼生で 1.8 メートル、大きすぎでしょ。一般的なウナギの幼生は 7.6 センチで成長しても1メートル程度なので、この発見は驚異的だったんだ。300メートルの深海で捕獲されたこの幼生は、成長後には22メートルにもなると予測されたんだぜ。22メートル、そんなウナギがいたら、ウナ重何人分作れるのかな？
しかし残念なことに、この妖精は波にさらわれてしまったそうだぜ。うな重食べ放題の夢が、また見つかるといいね。4. メガロドン。次はメガロドンだぜ。太古の海にいた15メートルもある巨大サメだ。サメ映画に出てくるでっかいやつだよね。メガロドンはラテン語で大きな歯を意味して、約2300万年前から約260万年前までの間に存在していたんだ。今は絶滅しちゃったんだよね。そういうことにされているが、果たしてそうだろうか。まだどこかにメガロドンが生きているの？メガロドンが発見されたかと思ったら、ニシオデンザメだったというニュースもあった。このサメも5メートルもあって大きいんだけどね。それは残念。でも6500万年前に絶滅したと考えられていたシーラカンスは、1938年になって南アフリカの海岸で発見されたんだ。メガロドンの生き残りが見つかる可能性もあるかもしれないぜ。いてほしいような、欲しくないような。1918年、オーストラリアの漁師が30メートル以上の長さの白いサメを発見したという記録もあるんだ。メガロドン、まだ生き残っててもいいけど、私は近寄りたくないな。5. 海底からの不思議な音。次は深海から聞こえる謎の音だ。なんか怖い。海の中ではアップスウィープと言われる音が検出されているんだ。海洋大気管理局 NOAA は、1999年にジュリアという名前のように聞こえる奇妙な音を15秒以上検出してるんだぜ。不気味すぎる。海の中に幽霊でもいるの？1997年には創造し超低周波のグループという音も検出されているんだ。なんでそんな音が聞こえてくるのかな？この音の原因は、巨大な海の生き物説もあるけど大多数の科学者は、それが氷心か大きな氷山の氷塊だとしているんだぜ。幽霊じゃなければいいな。6. 深海の光合成。霊夢は光合成って知ってるか？知ってるよ。植物が日光で酸素を作るんでしょ？その光合成が、実は火のささない深海で発生してるんだぜ。マジ？2005年、研究チームは、海面から2400メートルの場所で、光合成によって生存している細菌を発見したんだ。そんなすごい奴がいるとは？この細菌はメキシコの海岸の熱水噴出口付近で見つかったんだ。加熱された水によって生成された非常に薄暗い光を用いて光合成していたんだぜ。そんなところにいないで、火の当たるところに出てくればいいのに。7. ブラックスモーカー。次はブラックスモーカーだぜ。何それ？ブラックスモーカーは、海底の穴から噴出する超高温の水のことだぜ。へぇ、温泉みたい。北極圏の水域を調査している科学者たちは、これまでに観察されていたよりも120マイル離れた北に、一連の黒色のブラックスモーカーを発見したんだ。この地域は、ロキの城、ロッキズキャッソル、と名付けられたんだぜ。かっこいい名前だね。中二病っぽいけど、これらの通気口から噴出する水は熱く周りの冷たい海水を300度近い高温まで上げるんだ。すごい高温だね。通気口は、海底を構成する構造プレートが異なる速度で動くことで発生するんだ。注ぎ出す水は、熱いだけでなくミネラルも豊富なんだぜ。でもこれが何の謎に繋がるのかな？ブラックスモーカーの付近では14億3000万年前と同じ姿の細菌も発見されていて、地球の最初の生命はブラックスモーカーで誕生したと推測されているんだ。生命誕生の謎がわかるってことだね。8. バルト海の UFO。2011年6月に、スウェーデンの探検家、ピーター・リンドバーグとオーシャン・ X と呼ばれる彼の海洋探検家チームが、バルト海の底に奇妙な地形を発見したんだ。それは長さ64メートル、高さ8メートルで、海面から91メートル下にあったんだぜ。謎の物体、その正体は何？その灰色の外観と、奇妙に彫られた模様は、多くの人が映画、スター、ウォーズ、に出てきたミレニアム・ファルコンのような UFO に見えると言っているんだぜ。海底に謎の宇宙船か、宇宙人が残したのかな？消滅した都市の遺跡と考えている研究者もいるぜ。しかしスウェーデンのストックホルム大学の研究者たちは、UFO が最後の氷河期の氷河の移動によって作られた、偶然の産物だと言ってるんだ。夢がないなぁ。でもそれが科学者として正しい考えなんだろうね。9. 乳白色の海。次は乳白色の海だぜ。乳白色、海は青いものでしょ。ところが1995年、イギリスの船が乳白色になった海に遭遇したんだぜ。科学者たちはこれについて、輝くバクテリアや生物発光、渦鞭毛藻類が原因だと推測した。しかしそんな現象がなぜ起こったのかはわからないんだ。でも真っ白になった海って一度見てみたいかも。10. 日本のアトランティス。
霊夢、ギリシャ神話に出てくるアトランティスって知ってるか？聞いたことあるよ。ファミコンでアトランティスの謎ってゲームもあったし、やけに古いネタを。実は、そのアトランティスの都市が日本の近くにあったかもしれないんだぜ。え、どこに？1986年、日本の与那国島近くを潜っていたダイバーが、海底で水中構造物を発見したんだ。それはまるで都市のような形をしていたんだぜ。日本にそんな場所があったなんて、琉球大学の海洋地質学者、木村正明氏は、この地形は城塞、寺院、スタジアムに似ていると考えているぜ。日本の近くにそんなすごい遺跡があるなんてワクワクするね。ただし今のところ正式には遺跡と認められてないんだぜ。とても偶然にできたようには見えないんだけどね。いつか遺跡だと認められる日が来るといいね。11、人食いザメの謎。次は謎の巨大ザメの話だぜ。え、メガロドンとは違うの？そうかもしれないし、違うかもしれない。2003年、オーストラリアの研究者は、長さ 2.7 メートルの白いメスザメの動きを追跡するために、その体にサメの動きを記録できるタグをつけたんだ。2.7 メートルというのもなかなか大きいね。約4カレにも、タグはサメに最初に取り付けられた場所から約4キロ離れた海岸沖で発見された。そのタグには驚くべき事実が記録されていたんだ。それはどんな？記録されたデータによると、サメが突然、580メートルも下降していたことがわかったんだ。つまり、どういうこと？サメは何者かに捕食されて、そのまま海底に引きずり込まれたってことだよ。2.7 メートルのサメだよね。それを食べるとか、どんだけ大きいやつなんだ。研究者は、2トン級の巨大な人食いホジロザメにやられたのかもしれないと推測しているぜ。もしくはメガロドン。やっぱり生き残ってるの？12、潜水艦の謎。最後は消えた潜水艦の謎だぜ。これも怖そうだ。1968年に、4つの国に属する4艇の潜水艦が消息を絶った。消えたのはアメリカのスコーピオン、イスラエルのダカール、フランスのミネルバ、ソビエトの KH-29。ソ連の潜水艦まで消えるとは、恐ろしや。核ミサイルの爆発や冷戦下のための政府の隠蔽まで多くの仮説があったものの、納得できる説明はできなかったんだぜ。陰謀の匂いがするね。ところがダカールは約31年後にキプロス近くの海底に発見され、KH-29 の一部は1904年に海面下3マイルで回収されたんだ。あ、見つかったんだ。そして2019年にミネルアも地中海の海底で発見された。フランスの港から40キロも離れているなど、原因は全くわかってないんだぜ。漫画の沈黙の艦隊、みたいに反乱でも起こそうとしたのかな。まとめ。以上。未だ解明できない深海の12の謎を解説したぜ。霊夢はどう思った？そうだね。深海って意外と宇宙よりも謎が多くて、解明しなきゃならないことが多いのかなって思ったよ。ゆっくり霊夢だよ。ゆっくりマリサだぜ。今日は、海に存在するとされている超巨大生物について紹介するぜ。まず最初に紹介するのは、海の巨大ヘビシーサーペントだぜ。16世紀頃より、地中海や大西洋、東南アジアの海で、長い体の蛇のような海の怪物が現れると話題になったんだ。船乗りたちの目撃情報によると、全長は10から30メートルで、時には主潮流のような形をしていたなど様々な情報が挙げられたんだ。また、荒れ狂うシーサーペントによって船が沈められたという、船乗りたちを恐怖に陥れる逸話も語り継がれていたんだぜ。船に乗る前にそんな話聞きたくないわよ。飛行機に乗る前に墜落事故の話を聞きたくない心理と同じだな。そうよ。ただ、現在ではこのような海の巨大ヘビはあくまで伝説上の話で、実在しないのではないかと言われているぜ。船乗りたちが目撃した巨大ヘビは、全長が10メートルを超える竜宮の使いだったのではないかと考えられているんだ。竜宮の使い、聞いたことあるわ。時々日本の海岸にも打ち上がる深海魚だぜ。一時期は地震発生の前兆とも言われていたぜ。確かにこれはヘビみたいよね。また、主潮流のような形についても、死体が主潮流に似ているウバザメではないかと推測されているんだ。ウバザメの全長は3から8メートルで、時々10メートルに及ぶ個体も観測されているんだ。昔の話だから、船乗りたちの見間違いの線が濃厚ね。そうだな。ただ、今とは違ってそういった生物に関する知識が乏しかったからこそ、偶然目撃した際に強烈な印象を残したのかもしれないぜ。それもそうかもしれないわね。続いて紹介するのは、おなじみの巨大イカクラーケンだぜ。知ってるわ。よく船とかに襲いかかっている感じがするわね。そうだな。
多くの物語や映画にも登場しているこのクラーケンは、北欧で近世まで恐れられていた未確認の巨大イカなんだ。実際に現地の漁師たちの間では、驚異的な魔物として語り継がれていたらしいぜ。例えば、クラーケンは島と間違えてしまうほど巨大で、一度出会ってしまったら、一人残らず食べられてしまうという恐ろしい伝説が残っているんだぜ。へえ、食べないでー。こうして長らく恐れられていたクラーケンだが、現在ではその正体について、とある生物が浮上しているんだ。とある生物？おそらく誰もが知っているであろう、ダイオウイカがクラーケンの正体として有力視されているんだぜ。確かに巨大イカではあるわね。ダイオウイカは無脊椎動物の中で一番大きい生物で、その大きさは最大で18メートルに及ぶんだ。また、ダイオウイカは、最大で20メートルにも及ぶマッコウクジラと戦うこともあるみたいで、長い触腕をマッコウクジラに巻きつけて抵抗するらしいぜ。よくクラーケンに襲撃されている絵で見る光景みたいね。その通りだぜ。おそらく、クラーケンの伝説はこのダイオウイカの戦闘シーンに触発されて、語り継がれるようになったと推測されているんだぜ。実際に島くらいの大きさのイカがいたら、それは衝撃的すぎるからな。前やってたカップ麺の CM を思い出すわ。あれも結構大きいかもな。さて、続いて紹介する生物はアポレミアだぜ。アポレミア？これは確認されている中では、地球上で最も長い生物と言っても過言ではないんだぜ。ちなみに、基地の生物の中で最大の動物はシロナガスクジラで、その全長は最大で約30メートルに及ぶが、このアポレミアは一体どのくらいかわかるか？え、だいたい50メートルくらいかしら？残念だな霊夢。こいつは全長で120メートルを超えていると推定されているんだ。120メートル？そうだぜ。2020年、オーストラリア沖合の海中でこのアポレミアは発見されたんだ。アポレミアはクダクラゲ目の一種で、白い紐状の体を巻くようにして浮遊しているんだ。発見されたアポレミアは、一番外側の円周だけで約47メートルに達しており、直径が14メートル、全長は120メートルを超えていると推定されたんだ。よく見かけられるクダクラゲは、数十センチから長くても数メートル程度なので、これがどれだけ規格外のサイズかがわかるはずだぜ。規格外も規格外すぎるわ。また、研究員によると、発見されたアポレミアの年齢は、少なくとも数十年、最大で100年は超えているとのことらしいぜ。それだけ成長するってことだから相当長寿なのも納得いくわ。ただ、アポレミアを含むクダクラゲ目にはある特徴があるんだ。一体何かしら？実は、この個体はこれで一匹ではなく、数千から数百万単位の個体が集まって一つの巨大な生物になっているんだぜ。あら、そうだったの。じゃあ、個体個体で見るとそんなに大きいってわけじゃないのね。そうだな。それでも、いくら集合体とはいえこの巨大な個体一匹と捉えてもいいかもしれないんだ。どうしてなの？実は、集合しているすべての個体は、それぞれ別個の器官として異なる機能を担っており、部分によって果たす役割が全くもって違うんだぜ。ある部分は餌を得るために神経毒のある触手を広げる個体となり、別のある部分は獲物を消化する個体となり、また別のある部分は移動のために海水を噴出する個体となり、他のある部分は生殖を行う個体となるんだぜ。そう聞くと本当に全てが集まって一匹と考えてよいわね。そうだな。ただ、お互いの個体がどのようにして情報を共有したり伝達しているのかは謎のままなんだ。確かに、数百万の個体となると伝達に時間がかかりそう。続いて紹介するのは 52Hz のクジラだぜ。ヘルツって周波数よね？その通りだぜ。これは、正体不明の種のクジラのことなんだ。というのも、この個体は非常に珍しい 52Hz の周波数で鳴くからこの名が付けられているんだぜ。このクジラと最も似た回遊パターンを持つシロナガスクジラやナガスクジラと比べると、52Hz ははるかに高い周波数なんだぜ。他のクジラはどのくらいで鳴くのかしら？シロナガスクジラは10から 39Hz で鳴き、ナガスクジラはだいたい 20Hz で鳴くんだ。ちなみに、53Hz とは中場の最低の音よりもわずかに高いくらいなんだ。ただ、その独特な呼び声に類するものは他になく、彼の鳴き声に反応する他のクジラはいないとされているんだ。そしてこの鳴き声は1980年代から様々な場所で定期的に観測されるようになり、世界で最も孤独なクジラとも言われているんだぜ。この個体については、科学者によると奇形であるか、シロナガスクジラと他の種のクジラとの混血であると推定されているんだ。なんだかかわいそうね。続いて紹介するのは、2017年に地中海の海底で撮影されたとある骨なんだ。骨？2017年、ガスや石油産業用の遠隔操作探査機が海底に沈む巨大な骨を撮影したんだ。
ウーマの調査で有名な専門家がこの映像を見たところ、どうやらこの映像はフェイクではなく本物らしいぜ。ちなみに、ウーマの専門家と聞くと疑わしいかもしれないが、むしろその道の専門家をフェイク画像や映像で騙すのは困難なことなんだぜ。そうなのね。この専門家によると、骨の大きさや特徴からクジラやリュウグウノツカイの骨ではないことは確からしい。また、この映像を撮影したオペレーターによると骨周辺の海底の泥から、多くの陶製の古い壺が突き出ていたため、この骨はとても古いものではないかと推測されているんだ。おそらく1000年以上はそこにあった可能性もあるみたいだぜ。そんなに？また、骨の全長は30メートルもあり、蛇のような生き物ではないかと推測されているんだ。30メートル？直ちに調査した方がいいんじゃないかな？ただ、残念なことにこの探査機が正確にどこの地点でこの骨を発見したのか、詳しい情報がないため、もう一度現場に戻って探すのは不可能に近いらしいぜ。さらに、まだその地に骨があったとしても、探査機のアームが簡単に骨を砕いてしまっているんだぜ。ああ、なんてことを。この骨の正体については、発見された場所のこともあって様々な憶測が飛び交っているんだ。この地中海は、ホメロスのオデュッセイアやアリストレテス、ヘブライ語聖書、リバイアさんに遡る海蛇や海の怪物の物語の舞台となっている上、ドラゴン神話も多く、空飛ぶドラゴンが海上で撃ち落とされ、海底に沈んだという可能性までもあるんだぜ。どれか一つでも本当だったら歴史的な発見よ。最後に紹介するのは、キャディーだぜ。ゴルフで音もしてくれそうな名前ね。このキャディーは、ウーマではあるものの動物学者によって学術的に実在の可能性が強く示唆されているんだ。事実、2006年にはサハリン島にキャディーとおぼしき生物の死骸が漂着しているんだ。そんなキャディーはカナダのバンクーバー島南端の沖合、キャドボロ湾周辺で目撃情報が多数報告されていることからその名が付けられ、別名、キャドボロサウルスとも呼ばれているんだぜ。これまた発見できたら大発見じゃない。そうだな。キャディーの全長は9から15メートルだが、最大で60メートルに及ぶ個体の目撃証言もあるらしいぜ。馬を思わせるような頭部を持ち、蛇のような長い体で、背中にはコブのような突起を持つとされているんだ。獅子は確認されていないものの、ヒレがあるとも言われているんだぜ。そのため、爬虫類から哺乳類への進化の間にある生物の生き残りではないか、という見解もあるらしいぜ。相当特徴的な姿をしてそうね。そんなキャディーが初めて目撃されたのは、1905年のことなんだ。カナダの漁師が鮭漁の最中、全長 1.8 メートルほどの怪物を見た、という証言から全てが始まったんだぜ。キャディーの存在が世間の注目を集めたのはそれから28年後の1933年。陸軍少佐とその妻が海上でセーリング中、波間にキャディーの姿を見つけたんだ。少佐がマスコミにキャディー目撃を語ると大きな話題となり、一躍その存在が知られるようになったんだぜ。さらに1937年には、捕獲したクジラを解体していたところ、胃袋の中からキャディーとおぼしき動物の死骸が出てきたんだ。その死骸は、哺乳類を思わせる大きな頭部と脊椎を持ち、クジラのようなおひれを持っていたんだ。それは有力な手がかりね。その後、謎の生物の死骸はアメリカのイリノイ州にある博物館に輸送されることになったのだが、船便で運ばれた記録は残されているにもかかわらず、奇妙なことに死骸は行方不明になってしまったんだ。どうしてこうも手がかりを？ただ、この時の死骸については写真も残っているんだ。後になってカナダの動物学者が写真を鑑定したところ、この写真の信頼度は高く、科学的に十分な説得力を持つ証拠となると認めているんだ。ならなおさら惜しいわね。さらに、1968年には捕鯨船がキャディーの幼体らしき生物を捕獲したみたいなんだぜ。お？ただ、この時は捕獲したにもかかわらず、残念ながら海に逃がしてしまったらしいぜ。ええ？もし逃がさずに標本保存などができていれば、大きな発見だったかもしれないぜ。本当その通りね。でも、なんだか近い将来進展がありそうな話ね。そうだな。これまでにも目撃証言は160件にも上り、死骸発見は6件に及ぶんだ。また、近年ではカナダ沖だけでなく、北欧ノルウェー沖や地中海のギリシャ沖でも目撃されているらしいぜ。本当に実在していそうね。以上が超巨大海洋生物についてだぜ。科学が発展して海に関する調査が進めば、さらなるスケールの海洋生物が発見されるかもしれないぜ。もしかしたら、過去の伝説上の動物がひっそりと生き残っていたりするかもしれないぜ。それじゃあ今日は霊夢のために怖すぎる深海生物を10匹見ていくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1匹目はミツクリザメだ。すごいアゴと羽。
ミツクリザメはあまり生態が知られていないが、この月出た顎は水中で素早く動く魚や甲殻類を捕食するためのものなんだ。甲殻類まで捕食なんてすごいわね。ミツクリザメはどこに生息しているのかしら。生息地は主にオーストラリアのミシシッピ川沿岸だが、日本でも双腕母の深海で見られるんだぜ。なるほど。次行ってみましょう。次はダンボオクトパスだぜ。結構可愛いじゃない。ダンボオクトパスは深海3000、4000メートルほどの深さに生息していて、主にオーストリア、カリフォルニア、オレゴン州水域などで生息が確認されているんだ。パッと見じゃ怖そうなところはないけど、本当に怖い生物の仲間なのかしら。ダンボオクトパスは獲物を風船のように包み込み捕食するんだ。高さはわずか20クム。見た目の可愛さとやってることのギャップがえぐいわね。次はダイオウグソクムシだぜ。これは見たことあるわ。よく水族館のお土産売り場にぬいぐるみタヤストラップとして販売されていて、とっても可愛いのよね。確かにダイオウグソクムシに関しては知っている人は多いかもしれないな。主に深海360メートルから1050メートルで発見されているんだ。そして最も恐ろしいポイントは、最大5年間絶食しても生きられるところだ。これは後繁殖させる際、捕食者にさらされないようにするためなんだぜ。普段は小屋自身を守るため泥の中に隠れてるんだぜ。5年間絶食できるんなんてすごいわね。私だったらお腹ペコペコで倒れちゃいそうよ。次はアンコウメだ。すごい牙ね。アンコウの特徴といえば、おでこから出ている釣り竿のような疑似餌。そしてこの捕食者を想像させる牙だ。アンコウの疑似餌はルアーのように餌をおびき寄せるためのもので、中にはそこが発光する個体もいるんだ。そうなのね。アンコウと言ったらアンコウ鍋のイメージしかないわ。日本ではアンコウ鍋で親しまれているが、他の国ではサラダやバター焼きなんかでも親しまれているだぜ。次は蓬莱エソだぜ。これもまた強烈な見た目ね。蓬莱エソは世界中の熱帯、温帯の水域2800メートルの深さまで生息できるんだ。ただ、私たちが遭遇することはまずないんだがな。蓬莱エソは深海のギャングと呼ばれ、普段は姿を現さないが、一度蓬莱エソに見つかった魚はそこで捕食されてしまうんだ。本当にギャングみたいね。この牙で捕まったらひとたまりもなそうね。次はギンザメだぜ。なんだサメっぽくないサメね。まあ私たちが普段から見ているサメとは一風変わってるな。ギンザメは主にワーム、カニ、軟体動物類を主食とする捕食者なんだが、深度によって様々異なる種がある生き物なんだ。ウサギのような顎で海底の貝殻を粉砕することもあるんだぜ。なんだか見た目も生態も不思議な生き物ね。さっき見たミツクリザメや普通のサメとも違う少し変わった生き物だな。次は風船ウナギ、フクロウウナギだぜ。見た感じあんまりウナギっぽくないわね。風船ウナギの特徴はペリカンのような顎で、英語ではペリカンウナギとも呼ばれているんだ。このペリカンのような顎にはどんな役割があるのかしら。この強い顎と大きな口で大きな獲物を飲み込むことができるんだ。ただ、大きな獲物を食べるのに十分な顎を持っていないため、獲物が逃げるのを防ぎ、餌を飲み込み、口をパラシュートのように広げると考えられているんだぜ。ペリカンみたいな口をしたウナギって面白いわね。次はコウモリダコだぜ。これはコウモリなの？タコなの？コウモリダコはコウモリダコ科に属しているんだ。紛らわしすぎるわよ。コウモリダコは日本の細く長い触手で、粘液を使いマリンスノーと呼ばれるプランクトンの死骸を丸めたものを口に運んで食べるんだ。随分器用なのね。ああそうだな。コウモリダコから分泌される液は防衛機能としての役割もあるんだ。危険にさらされた時頭を覆い長いトゲを出すが、実際は柔らかい肉質の触手なんだ。生物発光で捕食者を撹乱し、大きな輝く目で粘液を放出するんだぜ。次はオニボウズギスだ。これは深海生物の中でも特に変わった形をしているのね。ああ、オニボウズギスは大西洋、太平洋、インド洋の温帯地域で発見されていて、3000メートルの深さでも過ごすことができるんだ。深海魚の中でもそこそこ深いところにいるのね。オニボウズギスは弾力性のある胃を持っていて、自分より数倍もある獲物でも無理やり食べるんだ。それゆえに無理やり胃の中に収めることができ、髄が破裂してしてしまうこともあるんだ。なんでそこまでして捕食しようとするのかしら。それは住んでいる深さに原因があるんだぜ。住んでいる場所が深すぎて、なかなか獲物が取れず捕食できる回数が多くないからなんだ。なるほど、そういうことだったのね。最後はラブカだぜ。なんだかゲームに出てきそうな見た目ね。ラブカが非常に珍しいサメだが、オーストラリアの海岸島で発見されているんだ。すごい大きさと牙だけど、全長はどのくらいあるの？全長は約2メートル。歯は合計で300本ほどあり、先端は鋭く尖っているんだ。そして歯はすべて引っかかるフックのようになっていて、素早く滑るイカでさえもキャッチされると動けなくなり、逃げることはできなんだぜ。見た目に引けを取らない恐ろしさね。またラブカは原始的なサメの特徴があることから、生きた化石とも呼ばれているんだ。確かに言われてみれば、古代とかに生息してそうな見た目よね。さて、怖すぎる生き物を重視見てきたけど、どうだった？やっぱりどの生物も強烈だったわね。私は特にダンボオクトパスが印象的だったわ。可愛い見た目とやってることのエグさのギャップがすごかったわ。今回紹介したのは深海生物の中のほんの一部に過ぎないんだ。
他にも面白い特徴を持つ深海生物はたくさんいるから気になった人はぜひ調べてみてほしいんだぜ。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回は海の深さとそこに住む未知の生物について解説していくよ。表層は海面から約200無地点までのことを言います。ここに住む魚は表層魚といって、ブリやサバ、マグロなどの魚たちが生息しているよ。馴染みのある魚たちだな。そうね。ちなみに少し下の214無地点が現在息継ぎなしの素潜り世界記録となっているよ。すごいな。次は中深層。水深200メートル1000メートル地点のことだね。ここからを深海と言うんだよ。一般的に表層と深海の区別は植物プランクトンが生息できるかどうかで判断されているよ。植物プランクトンってなんだ？簡単に言えば海に住む森。植物プランクトンが光合成をすることによっておよそ植物全体の酸素生産量の半分を担っていると言われているんだ。すごい量だな。この水深になるとかなりの太陽光が遮断されているんだ。ということはいよいよ深海魚のお出ましだな。そうだね。水深400ム800ムあたりにはデメニギスという深海魚は透明な頭の中に大きな目玉があるよ。すごい魚だな。また歯が300本あるラブカと呼ばれる深海魚がいて、映画シンゴジラのモデルにもなってるよ。そうなのか。そしてもう一つ面白い生物がレプトセファルスという生物。これは海の蛇と呼ばれいて、最も特徴的なことはなんといってもその大きさだ。科学者の中にはこの魚を巨大なウナギであると話す人もおり、南アフリカの海岸で捕獲されたレプトセファルスは 1.8 メートルもの体長があるんですって。長。ちなみにこれはまだ幼魚らしく、一般的なウナギは3インチ。つまり親指3本分しかないんだよ。桁違いの大きさなんだぜ。もしも観光用の潜水艦ができたら、これらの生物を楽しむこともできるだろうね。潜水艦は中深層に潜伏しているし、将来的に観光をしてみたいぜ。基深層は、1000ム3000ムを指します。ここは概ね3つの海層に分けられているよ。1500メートルあたりまでを上部残深層、3000メートルあたりまでを下部残深層と呼んでいて、ここまで来ると太陽光は愚か、太陽熱さえも遮断されているよ。いよいよだな。水温も1000メートルを超えると2、3度前後の一定となる。そしてここには生きた化石と呼ばれる深海魚、ゴブリンシャークがいるよ。このサメは流線形の体をしていて、古代ザメの特徴を持ってるいて、大きく突出ひさした特徴的な口先をしていて、捕食の時には下顎を伸ばして逃がさないよ。日本の水族館でも一時、飼育されていたんだけどが、もともと深海に住んでいた魚だから、大抵は長く生きられずに死んでしまったんだ。水族館にいたのか。生きた姿を見られた人はラッキーだな。そうだね。また深海のギャングと呼ばれる蓬莱エソが生息していて、その長い牙がとても特徴的だよ。これは獲物を確実に捕まえるために発達したと言われているんだけど、大きすぎる獲物を捕らえた際に飲み込めず、そのまま餓死してしまうケースもあったそうよ。なんだか、ちょっと間抜けな感じかするぜ。次は深海層だね。ここは水深3000、4000メートルほどを指していて、ミノルは深海層は海底の全体の約83と言われているよ。ここではほとんど生物外なんだ。まさしく深淵の名前にふさわしい場所だな。全く生物がいないわけではないですけどね。ただその奥が謎に包まれているよ。しかし、マッコウクジラがこの水深まで潜水し、生まれた子供が深海に潜ることができるように、母乳を飲ませながら訓練するんだって。また忘れてちゃいけない、水深3800メートルには、1912年に沈没したタイタニック号が眠っているんだよね。こんな深さに眠ってるんだな。なんだか日本にいると深海なんて遠い国のように思えるぜ。それは大きな勘違い。実は日本は深海大国と呼ばれていて、世界一深海層の多い国として知られているんだよ。そうなのか。これは日本列島の元に4つのプレートがひしめき合っていることが原因で、地震大国と言われる一方で、海の恩恵も受けているのです。このおかげで、日本では美味しい深海魚が食卓に並ぶんだ。キンメダイやアンコウなどだね。確かに、両方とも私は好きだぜ。またその他にも、深海には生物学的ポンプ機能と呼ばれるものがあり、これは簡単に言えば、温室効果ガスを大気から締め出す働きがあると言われているよ。今後この機能をうまく使えば、大気中の二酸化炭素の除去機能が注目されています。つまり、地球温暖化対策になる可能性があるそうだね。いつか活用できればいいな。そうですね。最後に水深6000メートルを超えると超深層に突入するよ。この水深に到達するまでには、海上から2時間半ほど要し、日本の有人潜水調査船深海6500がこの水深に到達しているよ。ちなみにここでは1平方センチメートルに約 650kg の力がかかり、外にもし放り出されてしまえば一瞬でジャムのようになってしまうよ。怖えよ。しかし、こんな深い場所であっても、生息している生物がいます。有名なのは2017年5月に JAMSTEC により撮影された、マリアナスネイルフィッシュでしょうか。白く滑らかなフォルムをしたこの魚は、群れを成していて、貴重な資料となったんだって。そしてその後も深海調査は何度か行われたけど、最深部に到達できたのはたったの3人だけだよ。そして、水深1万を超えた場所。水深1万、920メートルプラマイ10メートル。
ここはチャレンジャー海淵とも呼ばれる超深海。ここには、あの映画にもなった古代ザメ、メガロドンが生息しているかもしれないともっぱらの噂もあるよ。映画、見に行ったぜ。映画ではチャレンジャー海淵よりさらに下の水深でメガロドンが生息していたよね。映画では、マリアナ海溝の海底は、実は地面ではなく、高濃度の有化水素の層でできていると言われ、その下にはそれまで一度二度だった水温が一気に上がる場所と言われています。でもそれは映画の話なんだろ？いえ、実はこれ、全くの空論ではないのです。え？深海には熱水噴出口と呼ばれる海底の穴から噴出する超高温の水があります。その周りだけ水温が異常に高く、60度から最高だと464度に達することがあって、これには有害なガスが含まれていて、その中に有化水素が含まれているの。もしかしたらどこか別の場所で映画のような有化水素の層があるかもしれないね。なんだかロマンのある話だな。しかし神秘の大発見が続くばかりではなくて、悲しい現実も見せつけられています。それは、今世界的に問題になっているプラスチックゴミが1万メートル地点にもあったのです。その時、深海の水圧に耐えられるように設計された潜水艦を使い、4時間かけてマリアナ海溝の底を調査したところ、見つけてしまったんだって。こんな場所にも人間の影響が出てるのか。今は、深海魚たちがゴミを間違えて食べているのかどうかの調査も進められているらしいからね。ぜひ力を入れてほしいんだぜ。ささ、今回は深海について深掘りしていきましたけどいかがでしたか、マリサくん。結構深海にも色々な生物が生息していて普段見慣れないやつや、映画で見たことがあるやつの元ネタなんかの情報盛りだくさんだったぜ。宇宙よりも暗い深淵である深海にはたくさんのロマンが詰まっているんだ。見たこともないような生物や信じられないような現実を地には見せてくれる海が、今後技術の発展とともに発見できる日がとても楽しみだね。確かに今の技術じゃ言ったままお目にかかれないやつもいたな。それに何より最後のプラスチック問題も、より技術力を高めて、海にも優しい環境づくりに取り組めたら最高だと思うぜ。ふふ。今日の解説でマリサの気持ちが少しでも変わってくれたら嬉しいよ。もしかして私もあんな顔して解説してたのか。人の振り見て我が振り直せだぜ。それじゃあ解説も終わったし、マリサ、海に行こう。確かに海の関心が高いうちに行ってみるのも楽しいかもな。私はとりあえず息継ぎなしで214無に素潜りチャレンジをしてみるよ。頼むから、ニュースにだけ取り上げられるなよ。以上で今回の動画を終わりにするぜ。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回は近づくと危険。バルト海に沈んでいる巨大円盤の謎ということで、バルト海の巨大円盤の謎について解説していくわ。バルト海？バルト海ってなんだ？バルト海っていうのは北ヨーロッパに位置する地中海のことよ。ヨーロッパ大陸とスカンディナビア半島に囲まれた海域で、囲まれているような海域という側面からユーラシア大陸に囲まれた海域と説明されることもあるの。囲まれている周辺の国々は西岸にはスウェーデン、東岸には北から順にフィンランド、ロシア、エストニア、ラトビア、リトアニア、南岸には東から西にポーランド、ドイツ、デンマークが位置してるわね。地図で見ると琵琶湖みたいだな。琵琶湖は湖。バルト海は呼んで字のごとく海よ。琵琶湖も素敵な場所で見た目は似ててもスケールは違うわ。雑学だけどドイツでは東の海という意味でオストゼー、スウェーデンではエステンションとも言われるわ。ふーん、このバルト海に何があるんだ？ USO よ。嘘？嘘つくとチャンネル BAN されたりしないか？違う違う、USO は USO と言って未確認潜水物体を指すの。ほら、未確認飛行物体は UFO って言うでしょ？あれの海底に沈んでいるバージョンのことを USO というの。海の中に未確認物体があるってことか。で、その場所がバルト海。ってことだな。UFO と違って実物を見れるってのはすごいな。そうね、UFO はまだ実物を研究できていないからそういった意味では USO は研究しがいがあるかもね。地球の 70% は海、でも解明されているのは 5% ほど。まだまだ解明されていない部分が多いの。その中でも異様の形をしていたわ。それを今回は解説していくわね。最初に USO を見つけた人はびっくりしただろうな。ところで、見つけたものはどんなものなんだ？前説が長すぎたわね。これが海底で見つかった USO よ。すげえ、円盤じゃん。これある意味 UFO じゃん。まるで空を飛んでた UFO が墜落した感じに見えるぜ。この USO を発見したのはスウェーデンの海底探索者のオーシャン X よ。世界にはいろんな会社があるな。オーシャン X はバルト海の水深90メートルの位置でこの USO を発見。測ると直径は約61メートル、高さ約8メートルほどの円盤の形をした物体を見つけたの。そこそこの大きさあるな。50m 走の距離よりも長いじゃん。表面には人工的にも見える直線的な模様や綺麗な曲線などから、自然の造形物ではないであろうと予想されているわ。
こんなものが海底に沈んでいるなんてなんか子供の頃の冒険心をくすぐるぜ。発見当初は、その形から UFO が落下、沈没したんじゃないかと話題になったわ。形が丸いっていうのもあるよな。しかも、不思議なことに UFO の近く、約 200m に接近すると、電子機器が動かなくなるの。マジで？絶対何かあるじゃん。オーシャン X のメンバーの証言によると物体の周辺の水温が非常に低温だったことも、異常の異質だったとも言っていて私たちが物体に近づくと衛星電話が使えなくなる。しかし200メートルほど離れると使用が可能になった。試しにもう一度近づくとまた使えなくなり、離れると元に戻ったと証言しているの。例えばどんな電子機器が壊れたんだ？調査に使われたのが海底探査ロボット ROV。水中ドローンを投入して解明しようとしたの。すげえ。最新鋭の機器っぽい。最新の機器をもってしても、調査ができなかったの。他にもレーダーも機能しなくなったそうよ。実体験があるなら十分な証拠になるな。調査ができないとなった時はメンバーは悔しかったろうな。もちろん、諦めなかったわ。チームはダイバーを送り込んで調査を続行したの。そりゃこんなものを発見したんだから謎を解明したいもんな。ダイバーは相当の覚悟を持っていたはずよ。電子機器やいろんな異常が見受けられる海にダイブするんだからね。そうか。こっちはワクワクしてるだけだけど現場は決死の覚悟だろうな。オーシャン X のダイバー、ステファン氏によると UFO の一部をサンプルとして採取しようとした時、急に呼吸ができなくなったと証言しているわ。え？電子機器や水温だけじゃなくて人体にも何か影響があったってことか？やばいやつやん。そこは原因不明なの。でも、なんとか無事にステファン氏は戻ってきたしサンプルの回収にも成功したわ。よかった、ほっとしたぜ。世間は明らかに人工物であろうとしていたの。でも、反対の意見もあったわ。議論は大事だ。どんな意見があったんだ？それは氷河によって運ばれた堆積物であるという意見よ。俺は人工物っていう方がロマンを感じるぜ。なんでも、氷河時代、バルト海の大部分は氷河の移動によって形作られたそうなの。地形の変動によって UFO の形は作られたそうよ。地形変動で作られた形にしてはくっきりしすぎてる気もするけどな。悠々のような気持ちをオーシャン X のメンバーは抱いたみたいね。発見者としても気持ちが乗っかるだろうしな。地質学者の話によれば火山性物質ではないかという説。バルト海から一番近い火山は約800クムほど離れた場所に存在はしているわ。800キロも離れた場所からあんな大きな物体がどうやってバルト海に運ばれるんだ？ここまで来たらリアル UFO ってのもワクワク感あっていいけど。それは氷河によって運ばれてきたという主張なの。氷河が運ぶ？火山性物質が氷河に覆われていた状態で何かの拍子に UFO に当たる部分だけが破損。流氷のように海を漂いながら現在の位置に落ち着いたのではないか。そういう主張よ。おう、なんかそれっぽい話に感じるな。しかし、これは否定されるわ。ステファン氏が決死の覚悟で採集したサンプルからは、酸化鉄と針鉄鋼という物質が含まれていることが分かったの。なんかあんまり聞いたことない物質だな。貴重なレアメタル的なやつなのか？確かに耳にする機会は少ないかもしれないわね。でも、この3つの物質は特に珍しいものでもないわ。なんだ、残念。じゃあこの物質が見つかったことがどう影響するんだ？この物質は自然には形成されない物質なの。これから示される仮説は、氷河が運んできた堆積物である可能性が低くなるな。地形変動でも起こり得ない物質が、UFO にはあったってことはやっぱり何かしらの造形物だろ。すごいテンションの上がりようね。やっぱこういうのは人工物で解明がまだされていないっていうのに、ロマンが詰まってるんじゃないか。しかも電子機器が使えなくなるっていうのがたまらんぜ。確かにね。でも、解明できていないからいろんな説は出てくるわ。この写真を見てほしいの。何度見てもワクワクが止まらんな。写真の右半分、まるで引きずった跡のように見えない？うん、確かに。酔っ払ったお父さんを布団まで引きずった時にカーペットがこんなんになったぜ。あ、そう。それは大変だったわね。どうでもいいから話を続けるけど、この引きずったような跡は UFO の後方、約4キロほど続いていたわ。しかも、最初の UFO の200メートルほど離れた位置に同じような形をした円盤も発見。そっちにも同じように引きずった跡があったわ。このようなことから調査員は驚きの説を発したわ。これは間違いなく UFO の墜落現場だろ。そう。調査員もそう言ったそうよ。一方で電子機器が使えなかった事実については補足的な説があるの。補足？その説はちょっとヤバめな匂いはするわ。この UFO の周辺で電子機器が機能しなくなったという事実なんだけど、ナチスの極秘兵器だと主張する人々に押収されたそうよ。なんか気な臭い感じ。戦時中、
この USO がある真上は輸送ルートだったみたい。無線信号を遮断するために置いてるんじゃないかという説もあるの。話が逸れるかもしれないけど、ナチスは軍撤退時、ナチスが言っていた実験や犯罪まがいの行動の痕跡を全て破壊したの。実験などは今でも多くの伝説が残っているけど、実験研究に参加従事した人々は排除や隔離されたりしているから、確固たる証拠などはない。そんな背景も手伝って、この USO はもしかしたらナチスの軍事開発の一つではないかという説があるの。実際、現在でも潜水艦の無線信号を妨害し続けているみたいよ。急に現実感のある説だな。バルト海海域では第二次世界大戦の遺物がまだまだあるわ。地雷、軍艦の残骸などがそれね。不発弾は一説によれば約7万あるとかないとか。第二次世界大戦の壮絶さを垣間見た気がしたぜ。ま、それすら予測だけどね。だって、完全に石だし、調査によると、USO を年齢に換算したら1万4000年。ナチスはそんな長い間暗躍してないでしょ。急に雑な流し方。1万4000年って数字が出たらどこかのアニメじゃないんだから。もう今の人類には想像もできないことが起こったとしか思えないわ。なんだかんだでリリもロマン派なんだな。ま、その方が夢があるしね。やっぱ人生、ロマンを追い求めてこそ面白いからな。あ、そうそう、このバルト海の巨大円盤については空も巻き込む話になっているの。マジで？海に沈んでいる物体なのに。どうして空が関係してくるんだ？やっぱり UFO だからか？前提として、実はバルト海上空では UFO の目撃情報が多かったの。いやいや、それ最初に言わないといけない情報だろ。スウェーデン空軍のパイロット、スビン氏が UFO を目撃しているわ。1977年6月、バルト海上空での飛行訓練の際に飛行物体を確認、迎撃態勢に入って対象物へ接近していくと、スビン氏は目を疑ったそうよ。何があったんだ？対象の飛行物体は空中で停止していたの。当時の人類が作った飛行物体で空中で停止できるものはそれほど多くはない。スビン氏に気づいたのか対象物は突然ものすごいスピードで急上昇を開始。スビン氏も追いかけたけど高度1万 m で突然姿を消したの。いやもう絶対 UFO じゃん。航空界では結構な頻度で UFO の目撃談があるみたいだけどその中でもバルト海は多いみたい。いずれ解明される時に私たちが解説できるといいわね。現在も海洋学者、科学者、研究者といろんな人たちがこの USO の秘密を研究してるわ。ある意味神秘的、一方で陰謀も見えたりする不思議な物体、USO。早く正体がわかるといいわね。USO も UFO もやっぱ解明できていない未確認物体ってのは、考えただけどもワクワクして話をしていると楽しいな。というわけで今回は近づくと危険、バルト海に沈んでいる巨大円盤の謎、の解説、紹介をしました。ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。さて、今日は海にまつわる謎を紹介するぜ。それじゃ早速、そんな海にまつわる謎について紹介していくぜ。お願いね。まずはさっきも言った、バミューダトライアングルを紹介するぜ。バミューダトライアングルは、最も長い間解明されていない秘密として多くの人に知られているんだ。100年以上前から100を超える船や飛行機、1000以上の人が消息不明となっていると言われているんだぜ。そんなに失踪していたのね。バミューダトライアングルの位置は、フロリダ半島の先端と、大西洋にあるプエルトリコ、バミューダ諸島を結んだ三角形の海域で、その広さは約130万平方キロメートルもあるんだ。古くから、この海域を通過中の船舶や飛行機が突如何の痕跡も残さず消息を絶ち、地球上のどこよりも多くの消息不明事件が起きているんだ。当然、原因が解明されているものもあるが、解明されなかったケースも数多く存在するんだぜ。また、一説によるとコンパスや景気の異常といった前兆現象が起こるとされているんだ。こうした現象が科学的に解明できないことで、オカルト、超常現象ネタとして扱われることが多いんだぜ。そういった方向に結びつけるのも面白いものね。そうだな。この海域で起きた事件として有名なのが、1945年12月5日にアメリカ海軍のアベンジャー雷撃機5機14名、訓練生13名と教官1名が、訓練飛行中に消息を絶った事件、通称フライト19事件なんだぜ。一度で5機も失踪するなんて衝撃的ね。最近でも2005年6月に、3人を乗せた軽飛行機パイパー PA-23 が消息を絶ち残骸は発見されなかったんだ。また、2015年10月には、アメリカの貨物船が消息不明となり、1ヶ月後、船は見つかったものの乗組員は不明のままとなったほか、2017年5月には、4人を乗せた小型機 MU-2B の機影がレーダーから消えたんだぜ。最近でも発生しているなんて、原因を解明してほしいわね。その通りだな。
続いては、バミューダトライアングルにも近いキューバの海にまつわる謎を紹介するぜ。2001年、カナダ人の海洋工学者ポーリーン・ザリツキ氏と、その夫ポール・ウェインツ・ウェイブ氏が、キューバ近くの海底650メートル付近で、シンメトリカルな地形をソナーが捉えたんだ。二人は海洋調査会社アドバンスド・デジタル・コミュニケーションズの経営者でもあり、同社はキューバ政府からキューバ沖の海底調査を依頼されていたところだった。その場では一体何が映ったのかわからなかったそうだが、詳しく調べてみたところ、通常の自然構造物とは違う滑らかなブロック群だということが判明したんだぜ。さらに、いつくかの構造体はピラミッドのように対照的な三角形だったんだぜ。海底にとんでもないものが眠っていたのね。そうなんだぜ。さらに同年7月、夫妻はキューバ国立歴史博物館の、地質学者マニュエル・イプラルデ氏を伴い、詳細な調査に乗り出したんだ。すると、海中探査機で撮影した映像に、規則的に並んだ2から3メートルほどの花崗岩が映し出されたというんだぜ。規則的って明らかに自然のものじゃなさそうね。ザリツキ氏はすぐに海底に沈んだ古代都市に違いないと直感し、発見に立ち会ったイプラルデ氏も、今回発見された構造物に関しては、自然物だと断定するのは容易ではありません、とした上、これほど複雑な構造物を建設するだけの技術は、5000年前のどの文化文明にも存在していません、と語ったように、経験豊富な地質学者でも答えに窮するほど異様な構造物だったことが伺えるんだぜ。専門家も手を焼く代物なのね。この海底構造物がメディアに公開されると、アトランティス大陸発見、との見出しが飛び交い、大きな話題を呼んだぜ。そればかりでなく、キューバ政府機関や、ケンヤルネイチャー氏をはじめ、ナショナルジオグラフィック氏までもが独自調査を行い、全貌を明らかにすると宣言したらしい。しかし、発見から20年経った今でも続報は出てこないんだ。確かに、一つくらい何かしら続報が出てもおかしくないのに。実は嘘だったとかかしら？そのように捉えている人々も確かにいるぜ。ただ、一部ではこの古代文明の存在を隠すために、キューバ政府が圧力をかけているなんて言われているんだぜ。そういう陰謀論もワクワクするわね。にしても、本当にアトランティス大陸のものだったら世紀の発見よね。そうだな。また、キューバからプエルトリコ一帯に占住するタイノ族に伝わる神話に、人々がかつて住んでいた土地が海底に沈んだ話があるんだ。もしかしたら、海底遺跡はアトランティス大陸ではなくてもこの話に出てくる場所かもしれないんだぜ。それも十分可能性のある話ね。さて、次は深海にまつわる話を紹介するぜ。深海には明確な定義がないものの、一般的には水深が200メートル以上の海域を指すんだ。また、深海には光合成に必要な太陽光が届かないため、光合成を行う植物プランクトンは深海には存在していないんだ。光合成ができないってことは、酸素がとても少なそうね。その通りだぜ。実際、水深600メートルから1000メートル付近には、溶存酸素量が極端に少ない酸素極小層があるんだ。これは、上層から降下してくる有機物を細菌が分解するときに水中の溶存酸素を使うため、この深度では酸素が使い果たされてしまうんだ。酸素極小層ではさすがに生物の姿もまばらになるが、ここを過ぎると溶存酸素量がわずかながら増え、生物の密度もわずかに上がるんだぜ。さらに深くなると酸素濃度が上がるの？どうしてかしら？実は、深海にある海底火山の周囲には熱水噴出孔と呼ばれる、地熱で熱せられた水が噴出する大地の亀裂が存在するんだ。その熱水の温度は300度を超えるんだぜ。そんなに？そうだぜ。そして、深海でもその熱水噴出孔の周囲だけは生物の生息密度が高いんだぜ。そこに何かしらヒントがありそうね。霊夢の推測通りだぜ。この熱水噴出孔の周囲には、太陽エネルギーを用いた光合成ではなく、熱水噴出孔に依存すると考えられる独自の生態系が形成されていたんだ。しかし、一体どのようなメカニズムで化学合成を経て有機物を生産するかは解明されていないんだ。そうだったのね。さらに、2017年3月にはカナダのケベック州、ヌブアギツクベルトにある熱水噴出孔の沈殿物中から、古代微生物の化石が発見され、その微生物が今から約42億8000万年前に生息していた可能性が指摘されたんだぜ。42億年前？確か地球が形成されたのって、約46億年前だぜ。そして、約44億年前に海が形成されたと考えられていることから、この化石はおそらく最も古い生命体の形跡であると考えられているんだぜ。そんな化石が熱水噴出孔から発見されたのだから、熱水噴出孔をもっと調べたら生命の進化に関わるとんでもない事実も発見できるかもしれないんだぜ。とても夢がある話ね。
続いては、バルト海に沈む遺物を紹介するぜ。2011年6月、スウェーデンの探検家ピーター・リンドバーグとオーシャン X と呼ばれる彼の海洋探検家チームが、ナンパ船に眠る金銀財宝を目的にバルト海の海底を探査していたところ、円形の未確認物体を発見したんだ。それは、直径61メートル、高さ8メートルという巨大な円盤状の物体で、ボスニア湾の海底100メートル付近に半分埋まった状態で発見されたんだぜ。円盤って、もしかして UFO かもしれないわね。霊夢のように、この遺物は自然の構造物ではなく、海底に不時着した UFO ではないか、との声も大きいんだ。また、発見時探査チームは音波探知機で海底を調査しており、ディスプレイに奇妙な物体が表示されたんだ。すると不思議なことに、ディスプレイに表示されたタイミングでそれまで使用できていた衛星電話が通じなくなったんだ。何かしらの力が働いているかもね。さらに、2012年に同チームが追加の調査を行った際、その物体のサンプルを採取しようと同じエリアに潜水した時に、またしても不可解な現象が起こったんだ。そうなの？とても気になるわ。ダイバーが海中で遺物まで200メートル以内に接近したところ、突如携帯していた全ての電子機器に障害が発生し、使えなくなってしまったんだぜ。偶然にしては奇妙ね。これだけじゃないんだ。ダイバーは撤退するために遺物から離れたところ、なんとさっきまで故障していたはずの電子機器が回復したんだ。明らかに拒絶されているわね。そうなるとさらに興味が湧いてくるのが人間だっていうのに。その通りだな。この遺物の正体については、科学者たちの間では現在とは違う土壌生成環境の中で、生成された古土壌ではないかと推測されたりもしているんだ。また、一部の愛好家や研究家からは根強い UFO 説やロシアの沈没船説、はたまた地球の中心に通じる入り口説、ナチスドイツが使用した兵器説など非常に雑多で様々な意見が飛び交っているんだぜ。早く解明されてほしいものね。最後に紹介するのは、日本の海にまつわる話だぜ。1986年、世界的にも有名なスキューバダイビングスポットである沖縄県の与那国島近海で、あるダイバーが奇妙な岩を発見したんだ。沖縄か、いつか行ってみたいところね。その奇岩は巨大な一枚岩で、人工的に作られたような広間や階段、通路、柱の穴、オブジェなどが確認されたんだ。その大きさは最も長い東西方向で約100メートル、南北は約50メートルに及び、高さは約25メートルほどに至ることが判明したんだ。また、この奇岩の表面には与那国島の原住民が持っていた、独自の階段文字と思われる文字も発見されたんだぜ。聞けば聞くほど人工物にしか思えないわね。琉球大学名誉教授で海洋地質学者の木村正明氏は、20年以上を費やし、100回以上の潜水調査に臨んできた人物なのだが、彼は最初に現地に赴いて以来、一貫してこの奇岩はかつて栄えた都市の痕跡であるという説を支持しているんだぜ。教授の見立てによると、この場所はかつての神殿であり、それを築いた文明は中国大陸内しは昔の沖縄の王と何らかのつながりがあったと推測されるんだ。また、与那国島は1771年の4月に40メートルを超える大津波に襲われていたことが判明しており、この津波によって文明が滅んでしまった可能性を挙げているんだ。ありえそうな話ね。一方、自然の力が悠久の時を経て作り上げた形状だとする説もあるんだ。周辺では地震活動が活発であることから、岩盤の動きに伴って海底が隆起し、徐々に階段状の地形が形成されたと見る学者も多いんだ。また、地質学の分野では、砂岩は直線状に割れやすいという特性がよく知られており、直角を組み合わせたような形状は、こうした自然現象が生み出した珍しい地形として説明ができるんだぜ。表面の花崗痕については、水中の渦または生物の活動によって発生したものと考える学者も多いんだ。一体どっちなのかしら？ただ、仮にこのように天然由来の地形であったとしても、文明説が必ずしも否定されるわけではないんだぜ。ボストン大学の自然科学准教授であるロバート・ショック博士によると、この奇岩はもともとは自然に形成された構造物であり、その後古代の人々によって利用され、拡張され、手を加えられた可能性も考慮すべきだというコメントを残しているんだ。どれも否定できないわ。以上が海にまつわる謎についてだぜ。もちろん、今回話したエピソード以外にもまだまだ多くの謎が海には残っているんだ。まだまだ解明されていない謎が数多く残っているからこそ、私たちは海に惹かれてしまうのかもしれないな。生命の母でもあるものね。そんな母なる海をもっと大切にしてほしいものだぜ。なんか海洋環境かっぽいセリフね。ゆっくりリリと、ゆっくりルルだぜ。それじゃあ今回は現代技術でも解明不可能なヤバい深海魚について話していくとするか。よろしくね。
まず最初に紹介するのはデメニギスだ。これは結構有名どころだから知ってるんじゃないか？テレビとかでも見たことがあるわ。頭の部分が透けてるのが不思議よね。このデメニギスは深度400から800メートルを遊泳してて、ニギス目デメニギス科に分類されてるんだ。さすがに深いところを泳いでるのね。あの透けてる頭はそういうところで暮らすためのかしら。まだはっきりとしたことは分かってないんだが、頭部が透けてるのは真上を見るためだとされてるぜ。上を？深海って暗いだろ？でも上からわずかに太陽の光が入ってくるんだ。デメニギスはそれによって作られた獲物の影を捉えるためにそうなってるんじゃないかとされてるな。確かに上からなら光が多少は差すでしょうし、下にいるものを探すよりも効率的ね。でもわざわざ頭をあそこまで透明にする必要あるの？目の位置を最初から上になるようにすればいいのに。実はデメニギスのあの目は軸を回転させることができるんだ。そのおかげで真上だけじゃなく、前方もしっかりと見ることが可能なんだよ。なるほど。それを聞くと頭を透明にした方がいいかもって思えるわね。目がそこまで動かせるなら透明な方が便利でしょうし。ああ、それを使って獲物を捕食すると、小魚やクラゲを捕食するみたいだぜ。あんまり大きい獲物は食べないのね。デメニギスは体長15センチくらいしかないからな。勝手に30センチくらいはあると思ってたけど、意外と小柄な魚なのね。でもこれって結構前からテレビに出てたわよね。それなのに未解明な部分が多いの？それがな、実はデメニギスってかなりデリケートな生き物なんだ。深海魚は陸に上がると圧力の関係で体が膨張したりして死んでしまうことが多い。だがこのデメニギスはそれ以上にデリケートなんだよ。そうなの？まずこの頭部の透明な部分なんだが、中身はゼラチン質の内容物で満たされてるんだ。プルプルしてるってことね。この部分がかなり脆いらしくて、網とかに引っかかっても上げられた時にはボロボロになって死んでるんだ。透明ってことはそれだけ薄いんだろうし、それにゼラチン質の内容物って考えると納得ね。あんまり強い衝撃には耐えられないんだわ。まあ深海でのんびり遊泳してる魚だから、基本的にそこを強化する必要性がないからな。それが未解明な理由ってことなのね。ああ、1939年にはすでに発見されてたんだけどな。取れて吐いたけど、頭の部分が壊れちゃってたから、研究が進んでなかったのね。完全な姿が確認されたのは2004年になってからだからな。それに今の技術でも生きたまま研究機関に運ぶのはほぼ不可能なんだ。まず傷つけずに陸に上げることが難しいんだものね。だから未だに未解明な部分が多いんだ。一応映像記録は存在してるから、多少はわかってるんだけどな。でももし生きたまま運ぶことが可能になれば、研究は一気に進展するかもしれないぜ。いつか水族館とかで生きた姿を見れる日が来るかもしれないのね。次に紹介するのは深海クサオだ。聞いたことがない名前ね。そもそも映像記録も少ないからな。知らないのも無理はないぜ。どうして少ないの？実は深海クサオは、現段階で最も深いところに生息してる魚なんだ。だからまずそこまで行って撮影すること自体が大変なわけだ。最も深いところって言うと、どのあたりなのかしら？まず最初に確認されたのは日英の合同チームによって行われた調査の時だった。場所は日本海溝の水深7703メートル付近で、餌に群がる横エビを捕食しに現れたんだ。かなり深いところで現れたのね。デメニギスが可愛く見えるレベルで深いわ。その後も2014年にマリアナ海溝の8145メートル地点で再度発見された。さらに2017年には2度も発見されてて、最深で8178メートル地点だったぜ。もうそこまで深いと全然イメージができなくなるわね。それでこの魚が未解明だとされてるのはその動きに関する部分なんだ。変わった動きでもするの？水深6000メートルを超えると栄養供給が困難で、さらに極度の低水温と800気圧もの影響を受けるんだ。栄養供給に関してはわかるけど、800気圧ってどのくらいなの？指先に小型車両1台分の質量がかかってるイメージだ。それがまずイメージできないけど、なんとなくすごい圧力ってことは伝わったわ。こういった環境だと生存を維持するために生息密度や運動性は低いのが普通だと思われてたんだよ。ところが撮影された深海クサオは、複数匹で活発に横エビを捕食してたんだ。そっか。今まで前提とされてきたことがこの魚の発見によって覆されたのね。ああ。そして複数の記録から、少なくとも水深8200メートルが魚が暮らせる限界だとされたんだ。でももしかしたら、これから先も更新される可能性があるのよね？もちろんだ。ただ場所が場所だからな。
そんなに頻繁に行けるものでもないから、まだなんとも言えないぜ。そういえばそれだけ活発に動くってことは、お肉もしっかりついてて美味しかったりするのかしら？深海魚の味は種類によってまちまちなんだが、多分この魚は美味しくないだろうな。どうして？深海魚は水圧で潰されないように、浮き袋や内臓の代わりに脂肪を詰めてるんだよ。つまり、かなり脂っこいわけだ。そういう原理で水圧に耐えてるのね。深海クサウオは相当深いところにいるから脂肪もすごそうね。ああ、実際に食べた記録がないからなんとも言えないが、多分そんなに美味しくはないだろうな。味も少し気になるところだけど、まずは詳しい生態を調べるのが先かもしれないわね。次に紹介するのはメガマウスだ。これは私も知ってるわ。深海魚の中ではかなり有名よね。ああ、メガマウスは原始的な形態を残してるサメだと言われてて、最長で7メートルにもなるとされてるぜ。そんなに大きいのと深海で出会ったら気を失ってしまいそうだわ。まあメガマウスは人間は食べないから安心していいぞ。それじゃあどうやってあの大きな体を維持してるの？メガマウスの主食はプランクトンなんだ。ちなみに水深100から200メートル付近で暮らしてる。あの大きい口で一気に飲み込んだりするの？ああ、皮膚が柔らかい上に顎の筋肉も発達してるから、大きく口を開けて前方に突出させるみたいだな。ちゃんとプランクトン食になるように発達してるのね。どうやらこれは他のサメには見られない特徴みたいだから、かなり独特な進化だな。そういえば口を前に伸ばせる深海のサメが他にいなかったっけ？ミツクリザメだな。あれも確かに口を突出させるんだが、メガマウスのそれとは構造が違うらしいんだ。あら、そうなのね。それとメガマウスの歯はヤスリ状の列になってるんだが、上顎の歯が蛍光色に光るらしいんだ。光るの？それって何か意味があるのかしら？メガマウスが住んでる場所は深海だからな。そうやって光を出すことでプランクトンを誘導してるんだと思う。そっか。確かに陸でも虫とかが光に反応して寄ってきたりするわね。走行性って呼ばれるやつだな。ただメガマウスのそれが本当にそういう機能かはまだ不明なんだ。そうなの？有名な深海ザメだし、もうその辺もわかってると思ってたんだけど。実はメガマウスの映像は浅瀬で撮られたものばかりなんだ。実際に深海でそういう行為をしてるところを撮影されたことがないんだよ。発見されることが少ないっていう意味？ああ、夜の間に浅いところまで上がってくるらしいんだが、時折網に引っかかったり陸に打ち上げられるんだ。そういう時にしか生きてる姿は見られないってことなのね。基本的に数年に一度しか発見されないからな。最新のものでも2020年6月11日で発見された個体だからな。深海草魚のせいで感覚が鈍ってたけど、200メートルの時点でだいぶ深いのよね。発見記録が少ないのも納得だわ。かなり原始的なサメみたいだから、研究が進めばもっといろいろなことがわかるかもしれないから今後に期待だな。そうね。いつか普通に水族館とかで飼育されるような時代が来てほしいわ。最後に紹介するのはピンポンツリースポンジだ。なんだか可愛らしい名前ね。何かのおもちゃみたい。名前だけじゃなくて見た目もおもちゃみたいだが、れっきとした生物だぜ。肉食性海綿の一種なんだ。海綿っていうのは聞いたことがあるわね。海綿は最も原始的な多細胞生物って言われてて、昔はスポンジとしても使われてたんだ。スポンジって、あの台所とかで使うスポンジ？ああ、細かい網目状の海綿質繊維という構造をしてるから、スポンジとして役立ってたんだ。このピンポンツリースポンジはその海綿の一種ということだな。肉食性って話だけど、どうやって獲物を取るの？動き回るタイプには見えないけど。本来海綿類は体に開いた穴から水を吸い込んで、微生物とかを食べる。でもピンポンツリースポンジは先端部分である球状の器官を使うんだ。あの球の表面には小さな骨片がいくつもついてて、それを小さな甲殻類とかに引っ掛けて捕まえるんだ。一見柔らかそうだけど、ちゃんとそういうものがついてるのね。でもそれだけだと獲物を消化したりができないんじゃないかしら？どうやら原生細胞と筋細胞っていうのを体内に持ってるらしく、それによって生きたまま消化されるらしい。大体獲物を捕獲してから2日から4日ほどで消化が完了するみたいだな。筋細胞の液胞の中には細菌が多数いるみたいだから、これの協力もあるんだと思うぜ。そういう細菌と共生して生きてるのね。可愛い見た目の割には結構えげつない捕食だったわ。ここまではわかってるピンポンツリースポンジだが、まだまだ未解明な部分もある。2600から3000メートルに生息してる上に、カリフォルニア州のモントレー湾でしか確認されてないんだ。今までの深海生物と比べて、生息域がかなり狭いのね。
もちろん今後他の場所で発見される可能性もあるが、現段階だとそこしかないからな。かなり深い上に生息域も狭いとなると、どうしても研究は遅れてしまうな。でもどうしてそこでしか発見されてないのかしら？魚と違ってその場から動けないっていうのもあるが、細かい環境も関係あるのかもしれないな。あとは、単に見つかってないだけというのもあると思う。半透明だから見つけにくいってこと？というより、小柄だからだな。しかも体自体が脆いから、岩石サンプル採取の時とかに死んでしまうんだ。そっか。海底とかでひっついて生きてる生物だから、ロボットとかで回収された時に死んでしまうのね。しかも死骸が破片になってバラバラになるから、回収そのものも難しいんだよ。そういうことなのね。そこに気をつけていけば、他の場所でも同じ種が見つけられそうね。ああ。ただ、こういう肉食性海綿が住む場所は獲物が取りにくい環境であることが多いらしい。だから調査するならそういう環境を重点的に調べるべきだろうな。少ない餌で長期間活動できるように進化した結果がこの姿だったのね。新しく発見される海綿の新種がどんな姿をしてるか、今から楽しみね。以上が現代技術でも解明不可能なヤバい深海魚だ。やっぱり特殊な環境ってだけあって、見た目も生態も変わってるのが多かったわね。しかもわかってる部分もごく一部だからな。まだまだ不明な部分が多い興味深い生物たちだぜ。私なら見つけるだけでテンション上がりそうだけど、研究者の人たちはそこからが正念場なんでしょうね。今見つかってる生物だけでもまだ未解明な部分が多いのに、まだ未発見の種が大量にいるらしいからな。私たち一般人は少しずつ解明されていく謎を待っていることしかできないわね。自分で勉強して調べてもいいんだぞ。それは大変そうだからやめとく。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。